は、すでに海外でも通じる日本語です。オーストラリア産の和牛があっても不思議ではありません。すでに、日本産以外の和牛があると聞いたことがあります。では、どうぞ。日本の英語和牛とオーストラリア産和牛霜降り等級7の対決が話題になっていました。カイト産和牛で有名なオーストラリアの和牛が、日本最高峰の和牛に勝てるのかを検証したもので、興味深い結果になっています。そんなビデオに、海外のステーキ好きからは、絶賛の声が寄せられていました。今日は、世界一のステーキを対決させてみる。日本の英語和牛 VS オーストラリアの和牛霜降りスコア7。すごい霜降りだけど、英語和牛とは比べ物にならない。果たして世界一なのだろうか。こってりすぎるという人もいるし、素晴らしくリッチだという人もいるし。比較するには、同時に食べてみるしかない。味を最大限に引き出すために塩コショウだけ。サイドディッシュとして、ブラジルで、大人気のサラダマヨネーズを作った。ステーキ食べるのは2、3週間ぶりかな。1年ぶりの気分だけど。いつも美味しいもののを先に出すって言われるから、どっちから食べる？どっちが美味しいか知らないし。和牛、わお。美味しいなんてもんじゃないよ。笑わせないでくれよ。笑い事じゃない。クソ真面目だよ。究極のステーキだね。ビーフの形をした天国のスライスだね。これ以上のものがあるとは思えないけど。オーストラリア和牛 B。終わりなく旨味がにじみ出てくる。めっちゃ美味しい。天使が歌ってるよ。どっちが美味しかった？最初のやつ。迷いもなくね。 B もすごく美味しいけどね。 A の勝ちだ。 B も次元が違う。これ何かわかる？英語和牛とオーストラリア和牛でしょ。以前食べてるから味を知ってるんだよ。僕はもちろん A の方がはるかに美味しいと思う。 A はとにかく素晴らしいけど、風味に関しては B の方が勝ってる。唯一の違いは柔らかさだね。大きな違いは A の方が柔らかくてジューシーなこと。噛まなくてもいい。オーストラリア産はちょっと歯ごたえがある。味は濃いけどね。というわけで、日本の英語和牛の勝ち。オーストラリアも美味しいけどかなわないよ。日本の和牛はこってりすぎて1枚食べられない。2人分になる。オーストラリアは1枚食べられる。タコスに入れてみたい。和牛は体験を楽しむようなものだよ。高くて毎日は食べられないから。オーストラリアで生まれた子牛を日本に連れてきて育てたら、その土地産の和牛ということになるんだと思いますので、知らずに食べてるということはあるんだと思います。